スキャンプ、潜水艦。スキャンプ、アセススキャンプ、SS-277 は、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、旗の一種スキャンプグルーパーにちなむ。スキャンプは1942年3月6日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。七月二十日に、キャサリン・ユージニア・マッキーによって、命名、し、 9月18日に、艦長ワルター・ジーエバート少佐、アナポリス1930年組の指揮下収益する。コネチカット州ニューロンドン沖での成長後、スキャンプは1943年1月19日に出港し、パナマ運河を経由2月13日に真珠湾に到着し、訓練に従事した。3月1日、スキャンプは最初の紹介で、 日本近海に向かった。途中、ミッドウェイ島を視察する予定の太平洋、艦隊潜水艦部隊司令官、チャールズ A ・ロックウッド少将、アナポリス1912年組を便乗せた。3月5日に、ミッドウェイ島に到着し、ロックウッド少将を下肝させ、燃料を補給後担当海域に向かった。3月13日、スキャンプはの地点で、旧シップを発見して、 魚雷を3本発射したが、マーク14型魚雷の磁気進艦の作動不良により、失敗に終わった。攻撃が失敗に終わると、スキャンプの魚雷担当班は残る魚雷の磁気進艦を無効にし、触発進艦のみ作動するようにした。3月16日に、物地点で2隻の輸送船と、千鳥型あるいは大鳥型の水雷艇を発見し、魚雷を3本ずつ、計6本発射したものの、 これも命中しなかった。夕国まで爆雷の制圧を受けた後、夜に浮上した。3月20日夕国、スキャンプはの知らぬか東大沖で輸送船を発見して、魚雷を3本発射し1本の命中を推定。まもなく、別の輸送船と駆逐艦を認めてさらに魚を3本発射したが、こちらは命中しなかった。一連の攻撃で、第 2320A 戦団の 特設運送選択、宮丸、竜巻三百四十三トンと輸送、船森南丸、不傷に、それぞれ一本の魚雷を命中させたが、いずれも不発だった。それでも森南丸は浸水したため海岸に座礁した。翌三月二十一日未明には、の地点で、バラムシル島から徳山に向かっていた、タンカー万寿丸、日本輸送船、6515トンに対して、 魚雷を2本発射し、さらに魚雷を5本、2本と発射して3つの爆発を確認する。魚雷が命中した万寿丸は、航行不能となり、護衛の駆逐艦、沼風などに栄光されて、室蘭に入港した。スキャンプは、この攻撃で魚雷を使い切り、木戸に着いた。3月26日、スキャンプは26日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。 4月19日、スキャンプは2回目の紹介で、マーシャル諸島及びギルバート諸島方面に向かった。ジョンストン島で燃料を補給した後、オーシャン島となるドを偵察。偵察後は進路をビスマルク諸島方面に転じた。道中では何度か感染との接触があったが、そのうちの3隻、5月15日に発見した場、イカルマル、大阪商船。 5266トンと5月19日から20日に発見したアラビア丸大阪商船9480トン吉野丸日本郵船8998トンはいずれも病院船だったので攻撃は差し控えられた5月28日午後スキャンプワの無双を等の東方海域で特設水上規模艦上川丸川崎汽船 6853トンを発見して、魚雷を5本発射し、3本を命中させる。爆雷攻撃をかわすために、一旦新震度でじっとした後、潜望鏡震度に戻して観測すると、上川丸は依然浮いていたので、日付が変わった5月29日未明に魚雷をもう2本発射して1本を命中させ、ついに上川丸を撃沈した。 神川丸撃沈での一連の魚雷発射は、この紹介での唯一の戦闘だった。6月4日、スキャンプは46日間の行動を終えて、ブリスベンに帰還した。6月22日、スキャンプは3回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。7月14日にショートランド諸島近海を通過した後に北上し、カビエン近海に達する。 七月二十七日未明、スキャンプはの地点で、輸送船団をレーガーで探知。先行の後、船団に接近する途中護衛艦に発見され、爆雷用に初投下されたものの、なおも接近し続け、特務艦カザハヤに対し魚雷を六本発射。魚雷は一本がカザハヤに命中したと判断されたが、スキャンプはそれを確認する間もなく、反撃から逃れるために新深,深度先行で、 退避していった。一時間後に、潜望鏡深度に戻って観測した時には、船団の姿は消えていた。なお、風早は、損傷を受けただけで沈没はしなかった。スキャンプは浮上し、ニューアイルランド島とニューハノーバー島の間にある近海に向かった。17時54分、スキャンプは一隻の敵潜水艦を発見した。潜望鏡を晒しすぎたために相手もスキャンプを、 発見したらしく、18時3分に約4キロメートルの距離から魚雷を発射してきた。スキャンプは6 7ルの深さに潜り、魚雷は船尾をかすめて通過した。18時9分に、潜望鏡深度に戻り、敵潜水艦魚雷を4本発射した。1本が敵潜水艦に命中し、18時14分に巨大な茶色い煙が立ち上るのを、潜望鏡で確認。 敵影はなく、海面には油膜が残されていた。敵潜水艦からは爆発直後にスクリュー音が消え、様々な雑音が観測される。18時15分から16分にかけて5つの爆発を観測。うち2つは地球の中心から響くような凄まじい音であった。かつてはこの敵潜水艦は以後第24潜水艦 E24 であると言われ、 アメリカ側の記録で長くそう信じられてきた。しかし、日本側の記録を参照した結果、スキャンプが撃沈したのは、イゴ第百168潜水艦、e、イ168だったことが分かった。イ、e、168は、1942年6月5日から7日のミッドウェイ海戦で、クーボヨークタウン、アセスヨークタウン、CV-5 を撃沈した潜水艦であった。8月8日、 スキャンプは47日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。9月2日、スキャンプは4回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。9月7日に、ツラギ島に帰港し、燃料補給の後その日のうちに出港する。9月18日午前、スキャンプはのマヌス島、北西400キロ地点で、ラバウルからパラオに向かっていた、O602 a 船団を発見した。 魚雷を計10本発射し、陸軍輸送船関西丸、原田旗船、8618トンに命中させてを、航行不能に陥らせた。関西丸には、陸軍部隊船24名が乗船していたが、犠牲者24名以外は、両船の陸軍特殊船前山山丸、三井船舶、9433トンに異常し、関西丸は無人となって漂流した。の、 第38号区船艇が爆雷攻撃を行い、深度96メートルの海底にいたスキャンプは爆雷攻撃により浸水と火災が発生し、一時は復旧の目処すら立たなかった。しかし、なんとか修理を行い浮上すると、関西丸がまだ浮いていたので、巨雷を一本発射して命中させ、の地点でようやく撃沈した。スキャンプは、 関西丸の名前を漂流していた浮き輪によって知った。9月21日には、物々しい輸送船団を発見した。レーダーで巧みに接敵し、日没時に魚雷を3本発射。2つの爆発音が聞こえ、6500トン級輸送船撃沈と判断される。2度目の攻撃はスコールにより一度は機械を逸した。ものの、翌22日午前に魚雷を4本発射したが、 すべて外れた。追跡と攻撃は9月23日にも続き、3度目の攻撃で魚雷を4本発射し、さらに攻撃を加えようとしたが、上空にいた航空機の妨害を受けて、攻撃を諦めざるを得なかった。一連の攻撃により成果はわからなかった。スキャンプは9月24日に帰還命令を受領。10月1日、スキャンプは30日間の行動を終えて、 ブリスベンに帰島した。10月22日、スキャンプは5回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。10月28日から30日までは、トレジャリー諸島での特殊部隊の活動を支援する。任務完了後に、カビエントトラック諸島との交通路に移動した。11月4日、午後、スキャンプはの地点で、8000トン級輸送船を含む輸送船団を発見。 魚雷を6本発射し、少なくとも1本が命中したようであったが、航空機の制圧を受けて、確認はできなかった。日本側の記録では、スキャンプの攻撃とほぼ同じ時刻にの地点で、低4号輸送第3輸送隊中の特設運送船冷エ丸、日本優船11621トンが来撃され、船体資金で魚雷が爆発し軽い損傷を負った、ことが記録されている。 11月10日、スキャンプはの地点で、輸送船団を発見し、0918に魚雷を4本、発射。魚雷は特設運送船東京丸、摂津商船、6484トンに向かい、東京丸は3本まで回避したものの1本が、無限機関室に命し、航行不能に陥った。3時間後、スキャンプは東京丸に向けて、魚雷をもう3本発射したが、 これは命中しなかった。東京丸は、両線の特設運送船御嶽山丸、かぶらきき船4441総トンが、栄光するも、2032、東京丸の浸水による、重量増加により、栄作が切断された。21時ごろに観測すると、東京丸は、駆逐完了月に栄光されようとしていた。東京丸はこの後、 駆逐艦初月に栄光されたものの、11月12日1455に沈没した。その11月12日朝、スキャンプはのカビエン北北西250海里の地点で、11月11日のラバウル空襲で損傷を受けトラックに戻る、途中の軽巡洋艦アガノと駆逐艦裏風を発見し、魚雷を6本発射。アガノは後進をかけたが、1本が、 右元環境下に命中。手追いのアガノを撃沈すべく、司令部では、アルバコア、アセスアルバコウ、SS-218 などを差し向けたが、いずれも撃沈には至らず、アガノは、軽巡洋艦、のしろ及び、ながらの栄光で、トラックに戻った。11月18日には、水上偵察機から2発の爆弾を投げ下され、損傷を受けた。11月26日、 スキャンプは35日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。12月16日、スキャンプは6回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。12月23日に、ツラギ島に立ち寄り、3日間停泊する。1944年1月6日夜、スキャンプはの地点で、小型船6隻と駆逐艦3隻からある輸送船団を発見し、 小型タンカーを目標に魚雷を4本発射したが、命中せず、2隻の駆逐艦と、応募式艦船からの探索音を聴取。スキャンプは、爆雷攻撃を受けたが、護衛艦をうまく巻き、23時23分に浮上して、その場を去って正方に移動したが、7.3キロ離れたところにいた、護衛艦はこれに全く気づかなかった。1月8日には、ガードフィッシュ、アセスガードフィッシュ、 SS-217 と会合。1月14日午後、スキャンプワのパラオ東方で、バリクパパンからトラックに向かっていた3隻のタンカーと2隻の駆逐艦からなるタンカー船団を発見する。魚雷を6本発射し、特設運送船、旧ユニホンガン、山下機船、9971トンに命中して2分で沈没していった。 攻撃直後から護衛の駆逐艦島風と早場の制圧を受けたが、被害なく切り抜けた。この後、スキャンプは1月20日から21日にかけて、つらぎ島で補給を行い、1月31日から2月2日までの間、近海でニューアイルランド島を攻撃する B-24 の支援に従事した。2月6日、スキャンプは52日間の行動を終えて、ミルン湾に帰島。 潜水母艦、アセス・フルトン、AS-11 による修理を受けた。また、艦長が、ジョン・クリスティ・ホリングスワース・中佐アナポリス193年組に変わった。3月3日、スキャンプは7回目の紹介でニューギニア島、ビスマルク諸島を経て、パラオ方面に向かった。しかし、が故障したため、 その修理のため3月29日に入って3日かけて修理を行い、修理後再出撃した。4月4日にの地点で200トンクラスのトロール船を発見して浮上報船で炎上させたが、微砲が故障したため撃沈には至らなかった。この頃、司令部から、ダバオから日本艦隊が出撃してくるという情報がもたらされた。察知された日本艦隊とは、第58任務部隊。 マーク・ミッチャー中将の攻撃を避けるべく、トラックからパラをさらに燃料を求めて、リンガハ白地に向かっていた栗田竹雄中将を率いる第二艦隊の一部であった。スキャンプは日本艦隊を捕まえるべくに向かった。三日後の四月七日、スキャンプはダバオ湾北口でついに日本艦隊を発見した。前日六日には、ダーター、アセスダーター、s s 二十七と、 デイス、アセスデイス、SS-247 が日本艦隊を発見し、くしくもこれより、半年の後に再び、栗田中将と相まみえる二隻のうちデイスが雷撃を行ったが、艦隊は22ノットの高速で航行中だったため、命中しなかった。スキャンプは先行して艦隊に忍び寄ったが、水蒸気が接近してきたため急ぎ先行を図る。しかし、 まもなく水蒸気が投下した爆弾がスキャンプの近くで炸裂。衝撃で動力が立たれ、火災も発生し毒性の煙が充満してきた。スキャンプは釣り合いをうまく保つために、水中で何度も上下し、深度46メートルになったところでようやく釣り合いを回復した。スキャンプは油と気泡を放出して17度の角度で21時3分に浮上し、 損傷のため紹介を打ち切って帰還することとなった。スキャンプの護衛にデイスが差し向けられ、4月10日に会合した。スキャンプはデイスの護衛のもと、4月16日にマヌストーゼイアドラー湾に到着し、緊急修理を受けた。4月22日、スキャンプは51日間の行動を終えて、ミルン湾に帰還。その後、オーバーホールを行った。 オーバーホール後の9月22日、スキャンプは、駆逐艦8アセスチ茶、DD-106 と衝突する事故を起こした。10月16日、修理を終えたスキャンプは8回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。10月20日に、ミッドウェイ島で燃料を補給し、その後担当海域に到着。11月9日に、洋島周辺を航行中に、 紹介区域の変更命令を受け取り、スキャンプはこれに対して、時間の位置が、にあり、魚雷24本と7万7000ガロン、29万リットルの燃料があると返信した。11月14日、司令部からの位置にあったスキャンプに対して、暴走半島沖で、本土空襲の下準備で何度も、日本を偵察していた、B、B-29 の乗組員救助支援任務に、 パル用命令が下されたが、応答はなかった。その後もスキャンプからの通信はなく、司令部から何度も隣り合う区域の潜水艦などに、大使スキャンプの安否を問う通信が送信されたが、かんばしい返事はなかった。11月29日に、空母シナノを撃沈する、アーチャーフィッシュ、アセスアーチャーフィッシュ、SS-311 は、スキャンプの担当海域の西隣が、 担当会域だったが、スキャンプとは会合を及び更新せずと、やはりかんばしくない返事を送らざるを得なかった。11月26日まで捜索は続けられたが、ついに打ち切られた。ホリングスワース艦長以下全上院が死亡と判定され、スキャンプは1945年4月28日に除籍された。スキャンプは第二次世界大戦の先行で七個の従軍聖書を、 受賞した。スキャンプが、司令部に返信を送った2日後の11月11日、父島を出港し、立山に向かっていた第4108戦艦を、護衛中の第4号海防艦は、上空警戒機からの報告で、潜水艦に対する警戒を強めていたところ、8条、島北型沖で時間の午前30度の方向に、潜水艦を探知した。この潜水艦がスキャンプであった。 第四号海防艦は輸送船を退避させた後、スキャンプに攻守していった。目標まで1000メートルになった時、突然スキャンプから2本の魚雷が発射された。第四号海防艦は魚雷を回避し、爆雷攻撃を実施。爆雷投下点に目印の発煙筒と旗を投下し、3度にわたって合計70発の爆雷を投下。攻撃後、十数メートルはあろう。 大きな気泡が何個も湧き出し、また重油も大量に湧き出してきた。単身の結果、何ら反応がなかった。これがスキャンプの最後であった。第四号解剖艦は立山入港後の11月15日に、会場後衛装司令部司令長官、野村直国中将から、敵潜水艦四隻撃沈の先行により、解剖艦艦艦として、初めての艦上を授与された。 第4号解剖艦は1945年7月28日、飛ばで第38任務部隊機の攻撃を受けて沈没した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。